にくさかったらごめんね。どうもースカイピーイエイ。一番好きな映画って何ですか？一番好きな映画ゲッツマン。ゲッツマン。トイストーリーって言ってほしかった。トイストーリー好きなんだよ。トイストーリーっておもちゃの世界じゃないですか。はい、世界観が全てちっちゃいから全部でかいのよ、家とか。確かにね。今回ですね、小人の気持ちになりたいなと思いまして。うん、トイストーリーのウッディ目線ですね。ウリ目線。ウリ目線だと人間からするとさ、もう何でもないこととかがウッディからするとちょっと怖かったりするじゃないですか。例えば猫。猫もでっかいんだね。自分よりでかい。クマみたいに。確かに。そう。いや、クマよりでかいよ。いや、ウッディでかいね。確かに、ウッディちょっとでかい。だって、ウッディと猫比べたら多分あんま変わんないもん。確かに。チビロボとかの方がいいかもしれない。チビロボ懐かしい。シシ。今回その小人の気分を味わいたいということで。マジ？ドラえもん。スモールライトは用意できないんだよ。これを買ってきました。ふざけんな。ラジコンの動画伸びたら知っとるやろ。スカイピーさん、ラジコン使うと再生数が伸びないや。そのジンクス俺が打ち消してやりましたよ。ラジコンよく昔使ってたよ。ヘリコプターのやつでさ、爆竹乗せたりしてて。髪切ったんだあれ。治療開始。似合うね、おもちゃが。おもちゃが似合う男。どうも、セオです。ダメ、花火だ。そったれ。なに。俺は汚いから映すな。汚くないよ、テヨ君は。別に綺麗な顔してるよ。チャンキュー。お、完成しました。これで電池入れたんで、こいつをね、走らせるんですけども。はい、タクマの家が飼ってるゆびちゃんという猫に協力していただいて、ここの車にですね、うん、小型カメラを乗せて、車のお尻にこの猫ちゃんとのスキンシップにこれをつけて走らせて、うん、で、迫力のある映像を撮りたいなと思ってます。めっちゃ見てる、ずっと。彼女の名前はイブサンドア。まだ生まれて間もない子猫さ。こんな感じでつけました。こいつをこの辺に。短っ。興味津々。しんこしんこさんじゃん。めっちゃ上がるやん、俺の手。シシ。こちらです、いきますよ。もうイブさんはもう興味津々でございます。あー、興味津々ですが、あ、まだまだ撮らせないでください。はい、はい、チョロチョロ。はい、チョロです。チョロです。いきますよ。3、2、1。怖いんじゃない、急に。全力で猫を操作するやつ。全然一切わかんなくなっちゃいましたけど。ちょっと後ろのやつをちょっと変えようかなって。あんまり魅力が多分こいつないんだと思う。あー、来た。さっきまであんな興味なかったの、撮った瞬間興味持ち上がって。これイブさんがいつも遊ばれてるやつ。あ、イブさんのお気に入りの。イブさんのお気に入りです。どんな表情なのそれ。
最後まで見てくれてありがとう。小人ってこんな気持ちなんかな。この子ですらこんなに迫力あるなんて。いい絵が撮れました。ありがとうイブちゃん。明日のスカイビスは第1回米津玄師を知るのは誰だ選手権、誰が知るんでしょう。それではあと2分にピー